Hi everyone, we're back and we're playing Dynasty Warriors 9. We have finally reached the point where we are going towards the what I consider the true ending, and that's playing as Jean. So we're gonna start with Qin Xian Ying. And we'll start from the beginning. This goes through chapter 6 through chapter 13. As I've said in some of the other videos, but just to recap, it's going to be Qin Xian Ying from 6 and 7, Sha Hu Ba 8 through 11, and then 12 and 13, Wang Yuan Ji. Looks like it's loading. Alright, I'll shut up.天下を狙う曹操は瞬く間に慶州を制し南進を続けた。そしてついに孫権の治める揚州に迫る。長江のほとりを埋め尽くす曹操の大軍勢、かつて見ぬ強敵を前に孫は降伏か降戦かで揺れていた。一方、慶州を追われた劉備は神秘、そしてその娘神剣英よ。よくぞ決戦の前に駆けつけてくれた。お主たち親子のおかげで紀州は落ち着いたようだな。神剣英、袁紹と燕丹の配下神秘の娘である。燕家が滅ぶと父と共に曹操に仕え紀州の混乱を鎮めた。今 彼女の主君曹操は燕翔を倒した勢いに乗って南下、降伏を拒んだ孫権を倒すため赤壁に進軍した。この一戦にて天下を平定しようとしたのである。神剣英と神秘もまた決戦に加わるため曹操と合流した。父上、曹操殿がお見えですわ。暗い顔も それぐらいになさってください。うむ、曹操殿、わしは一族も救えずのこのこと生き残ってしまった。遠子の人質となったお主の兄の家族か。気の毒なことをした。だがお主らが来てくれなければ家屋平定にはもっと時間がかかったであろう。 父上、曹操殿にお気を遣わせてどうするのです。楊州を要する孫権を下せば早々に曹操殿の天下になります。笑いの絶えない世にするため神剣英、神剣ですわ。ああ、曹操殿、これは皆まで言わんでもいい。 塞ぎ込んで下を向いても光は見えませんわ。笑顔で過ごす時間こそが大切なのです。お主は良い娘に恵まれたな。親子ともども頼りにしておるぞ。 間もなく孫権との決戦が始まる。懸念がある者は遠慮なく述べよ。水軍の質をもう少し上げたい。実戦を経験させたいところだが時間が足りんな。近辺に
水族が出没していると聞きます。戦の触りとならないよう打ち払うべきかと。慣れない水軍の調練に体調を崩す兵も多い。医者が足りていないことが気がかりだ。懸念といえば、孫権陣営を探っていた偵察部隊も未だ戻らんな。それは敵に捕まってしまったのでは？敵には知略に長けた周瑜と諸葛亮がいます。すでにこちらの陣営に対し何か仕掛けている可能性もあるでしょう。例えば流言、あるいは偽の情報、それらを考慮に入れ真実を見極める必要があるでしょう。うん、皆の意見は分かった。我らは今他の情勢に背を向けて遠征している。こうして孫権と対峙している間にも領州の馬頭などは力を増しておろう。天下平定までの敵は孫権と劉備だけではない。もはやこれ以上時をかけてもおれん。皆速やかに己の懸念を払拭し決戦に備えるのだ。So, Jin Xiang Ying starts at level 31. I don't think we've made a weapon for her yet. She has the long axe. Let's go ahead and make weapons now that we have plenty of stuff for her. First, let's get her off this horse. Better one. 馬がご入り用で。またお待ちしてます。この辺に薬をくれ。Let's go ahead and just make her a weapon. いいもの、Took an illusion. ありがとうございました。笑顔で参りましょう。Okay. That was her moveset. Was not expecting that. Now let's find a smithy.I think I'm going the wrong way. Not going the wrong way. I'm out of silver. We also need to upgrade. Whoa, 90 points! I didn't give her a whole lot is because of that. Yep, she's almost at max.
also. Let's craft some gems. Hey, Inoshi! I know we have the stuff to do that now. Oh Lord, that's good stuff. Really? Watching Raw on looks like they've added Hillbilly Jim to all of it. Let's do that. That's a long axe, but she uses it like a pole axe. Jobunkyo, hampa na kakugo de wa senjou ni tatan. Sekkaku kichou na jōhō o eta no ni. Moves have such a long wind up though. Yeah, it's taking me forever to kill Zhu Sheng. せっかく貴重な情報を得たのに帰り道に見つかってしまうとは。 勝利を手にするまでは。敵将、討ち取りましたわ。救援、感謝いたします。この情報、きっとお役に立つはずです。 One more. この
情報があれば我が軍は有利になる。このため何としても戻らなくては。助かりました。これで石膏の任を全うできます。これ以上躍動する前に引くぞ。敵将討ち取りましたわ。今この喜びをかみしめましょう。やった。その働き覚えておく。船酔いに効く。石膏兵が面白い情報を持ち帰ったようです。話を聞いてみてはいかがですか。おうおうおう、死にたくなけりゃ金目のものを置いてきな。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。行きますわ。ねえ、ちょうどよかったぜ。野郎ども、あいつが俺たちの敵だ。戻って策の練り直しだ。敵将討ち取りましたわ。Let's try this out. その調子だよ。ちょうどよかったぜ。野郎ども、いつが俺たちの敵だ。行きますわ。すみませんでした。このエビはもう近づかないか。許してくれ。行きますわ。今はこの喜びをかみしめましょう。船酔いに効くく。待ちな、船を見。なるほど。
うまくいったようです。困難ではありませんわ。ああ、いいね。そこ。I still never figured out. Screw it. You don't need it. の討伐はなったな。有益な情報が手に入った。決戦に生かせるかは将次第か。兵たちの船酔いはいくらか収まったな。ならば将兵を休息させよう。決戦皆の働きにより決戦の準備は整った。来たる大戦に備えしばし休息し英気を養うのだ。仕方ないとはいえ嫌な陣形だ。はい、この陣は体裁だけと言っている。もっと時があれば船にもいろいろと仕掛けを施せたんだが残念だ。準備不足に練度不足、それでも水陸合わせた戦力はこちらが圧倒的。ならば敵はどう仕掛けてくるだろう。水上で仕掛けてくる可能性は低いと思います。あくまで低いという程度です。そう言いつつ気にかかることがあるような口ぶりだ。何か懸念があるなら殿に申し上げてみたらどうだい。いえ、懸念というほどではただの不安かもしれません。風が強いな。先ほど二滝の火が煽られて危うく火事になりかけた陣があった。そういえば孫権は我らの風下に布陣しているが火警を仕掛けたりはしないのか。ここが水上でなければそれも手でした。ですが孫吾の水軍は散開しています。さほどの効果は望めないでしょうね。そうか、向こうは練度も高いというしな。そう簡単にはいかないか。それより殿が皆を呼んでいる。二人とも来てくれ。承知しました。行こうか、純優殿。この時期長江の風は北西から南東へ流れる。今夜は特に風が強い。迅速に敵陣にたどり着けるであろう。時はまさに今。これより一気に長江を渡り孫権劉備を討つ。水上の不利は兵数と知恵で乗り越えよう。いざこの戦に勝利し天下を制さん。
この西北の風に乗り。敵を撃つ。勇武と尊敬に引導を渡すのだ。伝令、敵軍師諸葛亮に怪しい動きあり。一刻も早く撃破された方がよろしいかと。Jump over her swings. Kind of a, It's a twisted game of skip it. なるほどな。いいものを見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。素晴らしい才をお持ちですね。共に戦えること、心より嬉しく思います。よくやった。その働き覚えておく。敵の倉庫はこの辺りにあるようです。先の戦いの情報が役立ちましたね。何、敵襲だって。さては倉庫の矢を奪いに来たのか。そうはさせない。この倉庫は拙者が守りきってみせる。この倉庫は火気厳禁だ。くれぐれも注意するよう皆に伝えよ。行きますわ。一つ守れぬとは、軍神の子として情けない。伝令、曹操軍が倉庫を襲撃。十万本の矢は全て消失しました。Speaking of 100,000, oh man, 8,000 to go. 今この喜びをかみしめましょう。 Yeah, I'll get there before the end of, before I finish this entire playthrough.守りを固めておくぞ。
追い返せました。しかし敵の様子どうも妙でしたな。 今はこの喜びをかみしめましょう。いい戦ぶりよ。敵がハゼ飛ぶようじゃ。 Oh, I messed up the jump. そりゃよかった。これで何の心配もなく戦えるぞ。やだ、諸葛亮様がやられた。やだ、諸葛亮様がやられた。やだ、諸葛亮様がやられた。確かに行こう。
よし、敵の民兵が移動したぞ。ベースになったところを攻めちまえ。お引くしかありまい。そうそう、進撃いきますわ。食い止めたかったが、この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。行きますわ。撃ち取りましたわ。その際、捨てたものではない。やられちゃうなんて。この戦い、絶対に負けられないのに。今はこの喜びをかみしめましょう。いい戦ぶりよ。敵がはぜ飛ぶようじゃ。You're not! きたか孫総軍。さあ、孫悟の本陣はここだぞ。Oh, that's right, I have to talk to that one officer. Forgot about that. I always forget about that. Sure you don't. Nani? Hey, Madoroko! Ikimasu wa? Ikimasu wa?することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。行きますわ。Ha!
うまく演じられなかったわい。周遊に何とは言えばよいか。敵将討ち取りましたわ。驚きました。想定以上の戦果です。うまくいったようです。困難ではありませんわ。おう、お前の戦並大抵ではないな。ルレー、偽装投稿が見抜かれました。郊外様はすでに撤退された模様。郊外殿は敵陣への火付け役。これでは大掛かりな刑にはなるまい。家計の威力が減ってしまいますね。ああ、郊外様、なぜこんなところで。Somewhere amidst the chaos is the guy I'm supposed to kill. That was easy. Yeah. It was all set up. Notice how none of the major players were there. Okay, we all know what happens next. Oh, he's here. Oh, Volgar, hey. Welcome to the stream. これまでの動きすべてこの炎を描く布石であったか。まさか。では敵はこの風を確信して家計を企んでいたと。周囲、いや諸葛亮か。この炎、痛恨よな。こちらの裏をかくなって敵には相当な知恵者がいたのですね。ですが下を向くわけにはいきませんわ。最前線で前線して事態を打開しましょう。 And after the second half of this battle,味方と連絡が取れません。曹操様の安否も不明です。一体どうすれば。このままでは陣形を崩され長江の木図となってしまいますわ。昭陽と常陽まで引きましょう。曹操殿が退いていらっしゃればそこで合流できるはずです。Might as well. 窮地にあってこそ落ち着かねばならん。
互いに仲間を擁護し、包囲を打ち破らん。殿の姿が見えるのは日なかった。今は無事であられると信じるほかない。策はこれだけのはずだ。みんな落ち着いて炎症を防ぐぞ。郊外殿の策が見抜かれた時は焦ったよ。危うく火がつけられないところだった。なんとか賭けは落とせたか。予定より規模は小さくなってしまったな。気を引き出せ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。行きますわ。曹操軍め、逃がしはしないぞ。孫悟の炎で燃やし尽くしてやる。戦意なき兵を追い討つとは美しくありませんね。これで友軍の元へ駆けつけられますね。早く合流しなくては。今はこの喜びをかみしめましょう。壮麗な戦ぶり。馬の動きが鈍いな。うん、餌さえあれば馬の体力も戻るだろう。これだけ馬が うまくいったようです。困難ではありませんわ。すごいな、さすがだ。船を使うだろうな。ここで待ち構えて正解だったよ。読まれていましたか。味方を逃がして船を奪取せれば。行きますわ。
素晴らしい才をお持ちですね。共に戦えること心より嬉しく思います。将軍方も多いようですね。探してみてはいかがでしょうか。今はこの喜びをかみしめましょう。いいぞ、その調子だよ。曹操様、全然見つからないな。もしや兵に紛れて移動されているのか。
New mission available. Moving quickly. This is at least the fourth time I've done this. ふざけるな。あろうと喋るものが助かりました。礼を言います。お探しの方はあそこにいるはずです。
I think I glitched out the mission. Let's use that checkpoint over here. ここにいるのは先そう。Probably not going to do that level 49 mission. Not with,味方を一人でも見つけたら教えて。
飛んだ邪魔が入った。引き上げるぞ。もうダメかと思いました。ありがとうございます。行きますわ。この辺に逃げ込んだはずだが、曹操軍の兵士めどこに隠れた。まだこんなに戦える奴がいたのか。撤退だ。よかった、助かりました。先に門のところまで行ってます。まさにヤブヘビだったな。引け引け。助かった。逃げて。砦の門でお待ちしています。曹操軍に勝てそうだったのに撃破されるなんて。行かない。これぞ天の助け。おかげで命拾いしました。お助けいただきありがとうございます。これで皆と合流できますわ。 I think that's everyone.救出で。ありがとう。これより今はこの喜びをかみしめましょう。North, defeat Cheng Fu. I think this is the last battle of the chapter period. この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。周囲の警戒を怠るな。怪しげな動きがあればすぐ両党にも伝えよう。行きますわ。来たか。急ぎ両党にも敵の接近を知らせよう。なんたる不手際。お知らせを送る隙すら見出せぬとは。敵将討ち取りましたわ。 I'm not gonna do that rescue him. 今はこの喜びをかみしめましょう。いいぞ、その調子だよ。見事な働きだな。内側から来たのかよ。来てないっての。行きますわ。首相を撃破しました。球場打開の道筋が見える。我らも一丸となって敵を打ち砕かん。敵将打ち取りましたわ。激励の周囲殿の策は完璧だった。ここで俺がしくじるわけにはいかん。
やはり俺はまだまだ不甲斐ない。周遊殿に習い、学も武ももっと励まねば。今頃ここを取りに来たのか。遅い遅い、遅すぎるぜ。は？いきなりは？真剣です、敵将。討ち取りましたわ。はっ、はっ、はっ、いい感じですわよ。いきますわ、はっ、はっ、敵将、討ち取りましたわ。いいぞ、その調子だよ。待ちくたびれて油断しちまうとは、残念な。この門を守り抜くのが自分の役目。通りたくば筋を通してもらおう。笑顔で参りましょう。激戦で曹操軍に一日の長があるのは筋、それを覆せなかったのは自分の不覚だ。伝令、包囲を突破し撤退先を確保しました。どうにか窮地を脱した。生き延びれば再起も叶う。伝令、曹操様の所在がつかめました。撤退先に向かわれているそうです。敵将、討ち取りましたわ。見事な働きだな。And I think that's it for chapter 6. ハハハハハハ。父よ、何がおかしい。この大敗、笑ってなどいられないのでは。いや、しかも、むしろその逆よ。これほどの敗北、想起するものではない。董卓暗殺に失敗した時以来か、脳を書こうと。ふん、あの時と今回では事の大きさが違うだろう。かもしれぬ。だが違わぬこともある。それは敗れてなおわしは前へ進むということだ。毛徳、わしの道はまだついえてはおらぬ。我が姓の全てをかけ覇道を成し遂げてみせる。この大敗の後でそこまで吠えるか。お前はつくづく懲りん男だ。俺たちは殿と一心同体です。殿が前に進む限り俺たちも共に進みます。だが気概だけではことはなせん。まずは国力の回復と戦力の再整備を急がねば。うん、士官の言う通りよ。皆おのおのの再官で体制の立て直しを急いでくれ。Alright, that's it for this chapter. I think I'm going to stop for the night. That's all for now. Thank you for watching. We'll see you tomorrow.